やばそう、やばそう、やばそう。うわー、マジ？グランドキャニオンだ。大丈夫なの？ケン。一生乗ることないよ、多分。緊張してきた、めっちゃ。おはようございます。2日目ですね。ついに、今日、熊本でキャンプをします。寝れた？昨日は。くっすり。12時ぐらいに寝て、しっかり8時間ぐらい睡眠取りました。で、今日はもう今車は借りたので、うん、このあとストーブを借りに行ってスーパーで買い出しをしてちょっとお昼を食べて、うん、キャンプ場に行くと。はい、今回の旅ではイベントで呼んでくれたウッズさんが、うん、他の事業で BMW を運営してる、うん、っていうので BMW お貸ししますよって、うん、なんと言ってくれて私たちがちょっと数日間 BMW でキャンプなどさせていただくことになりました。ちょっと具合悪いです。今ちょろっと運転したんだけど変な汗かいて一生乗ることがありませんので、はい、大事にこの数日間を過ごしたいと思います。そしてケン、一番大事なことは軽油だから、それだけは間違えないようにって念押しされた。間違ってレギュラー入れたらもうこの車終わりらしい。うん、百万かかるって。だから今日から忘れないようにケンのおでこに軽油って書いとくかっていう話をさっきしてる。 BMW のお店の中でそんな話をしてた。あんなこと言ってるのうちらだけだね。ちなみにあれなんだよね、ウィンカーが左なんだよね。そうだからケンがここに来るまでに何回もワイパー回してた。めっちゃ晴れてんのにね。そうちなみにシートは倒して今こんな感じでスーツケース2つとゼクちゃんやマットなどが入っております。そして今日今ここに来たんだけど、うん、これが熊本レンタルサービスっていう日用品とか生活洗濯機とか多分そういう家電、うん、とかロッカーとかなんかそういうものを貸してくれるとこで、うん、今日ここでコロナストーブを借ります。ゴンドシャロレ行くから朝方結構冷えるらしいんだよね。ストーブは多分あった方がいいから、うんうん、これはネットで検索して見つけました。はい、すいません、こんにちは。借りれた、OK、これ何なんだろう。トヨタミ？トヨタミだ。かわいいね。これついてきたの？これもレンタル。あ、そうなんだ。うん、あとシュポシュポと。シュポシュポとね。うん、これでもう準備は OK ですね。OK ですね、うん。行きましょう。行きましょうか。さくらオートキャンプ場。その前にちょっと下ごしらえします。どうしても行きたいところがあって。はい。ケン、これボタンで閉まるんで。ボタンで閉まるんだ。すごい。これじゃん。島村みたい。島村みたいじゃない。お弁当の平井。いいね。めっちゃいい。こういうとこに来たかったのよ。お弁当の平井。なんかめっちゃ美味しいって言ってたよ。実はね、うん。前回福岡で天ぷらの平尾行けなかったからさ、お弁当の平井に来たって。似てるね。何食べよう。何があるんだろう。うどんもあるって言ってたけど。何あれ。ちくわサラタくん。これ美味しいって言ってたやつだね。実はね、うん。これ食べよう。うん。うん、太っ。サラダだ、これだ。じゃあ、エビ天うどん。初めてのちくわサラダ。食べていいの？うん。ここのうどんもうまいんでしょ？って言ってたよ。うん、いただきます。どうなの？うまい。中にポテトサラダみたいの入ってる。ケイトの母さん好きそうじゃん、うん、ケイトの母さんちくわ世界で一番好きでしょ。ポテトサラダも好きだよね。あ、そうだね、うん、うん、いいね、こういうこういうのいいね。地元っぽいやつ半分キャンプ場に持ってっか。九州のうどん、これです。うまい。このだし、このだしよ。もちもち。うん。
ずっとやばいよね。うまいね。これ油だしじゃないような気がする。確かにちょっと違うか。うん、美味しい。解散、食べ終わりました。うどんうまいね。眠くなってきたな、うん、昼寝して今から地元のスーパーに行ってみようということで、うちらの一番やりたいこと、地元のスーパーに行く。あ、これすごい地元感が満載ですね。川崎エース、岩崎エース。県がまだこれの使い方最新すぎてよく分かってません。分かってない。このモニターもなんかかっこよすぎてよく分かってます。で、このさ、車の中にさ、うん、フニとか出してもいいのかな。それ BM さん見てるからね、やめた方がいいんじゃない。さっき聞けばよかった。何かご質問他にありませんかって言われて、フニとかクマとかやめろ出してもいいんでしょ。絶対ダメだよ、言っちゃう。でも見て、馬刺しがあるはずなのよ。え、熊本産のヒレステーキ、よす食べようよ、よす。今日何、ただ好きなもの買いましょうキャンプでいいよね。いいんじゃない、うん。ちょっと馬刺しの種類が少ないから、馬刺しだけ違うところにするか。馬刺し専門店行くか。うん、チヌってタイ、天草さんだっけ。これ食べる、食べたい。大津って聞いたことあるね。大津市じゃないの、県の。それそれだわ。あ、大津ってたくさんだ。道の駅行きました。馬刺し、いいね。馬刺しあるかな。あった、いきなり団子あった、美味しそう。陸の橋本、馬刺し以外も売ってるんだ、まあ、美味しいのはこっちにいいですね。まあ、これが馬刺しで一番いいと。やっぱ食べてみたくない、うん、一番いいやつ。じゃあこれにします。クーラーボックスかなんかありますか。あります、はい、北の島、うん、BM だぞ。もう乗ることないからね、一生楽しめ。快適な車の旅を楽しめ。お、皆様、奥に見えますのが阿蘇ですよ。さっきさ、あんな見えてたっけ。いや、切りかかってなかった、うん、ちょっと開けてきたんだ。やば、グランドキャニオンじゃないよね。ね、みたいだよね、うん、行ったことないけどね。全部行ったことないでしょ。絶対行ったことない。でもさ、エアーズロックは行ったことあるじゃん、うん、その雰囲気にもちょっと似てる。似てる、海外みたいなんだよな。そう、うわー、かっこいい。なんか熊本で車を運転していることすらもなんか不思議。不思議、わかる。幸せすぎる。なんか夢みたい。今阿蘇だよ、あれが。うわー、かっこいいね。晴れてよかったね。ミルクロード入り口、うん、入ったの今。入ったっぽい。ミルクロード入りました。テリリリリン、テリリリリン、何その曲。テンテンテンテリテリリリリンテリリリリテテテテテルルルル。てか、これミルクロード、ミルクロードの序盤多分。ミルクロードっていう感じはしないね。うん、やばそう、やばそう、やばそう。うわー、マジ。え、なにこれ。うわー、うわー、ケン、ちゃんと前見てよ。見てます。うわー、こんな景色見たことないかも。すごすぎる、阿蘇がすごすぎる。ちょっとレベル違うね。日本本当に日本か。グランドキャニオンだ。結構道険しいね。ちなみに今阿蘇の絶景見る直前まで私は吐きそうになっておりました。まだ吐きてたもんね、無言で。ここまで険しい道はなかなか久々です。けど見て、あ、野焼き、あ、野焼きの跡。これ、これが野焼きですね、きっと。好きだわ阿蘇。阿蘇大好き。ドライブしてるだけで最高だろう。うん、
動物とか出てこないのかな。確かに。着きました。これですね、倉佐湖温泉さくらボートキャンプ場、うん、道結構険しいね、うん、こんなところに作れるんだねキャンプ場。ここ行けんの。うん、いやいや、ひやー、おえひひ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 ひシフト的に、はい、あ、明日ですか、休みで、はい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 、どうしようかな、見てくださってるみたいでね、しかも県が1日予約の日を間違って違っちゃった、はい、あ、じゃあ明日だったらお会いできなかったってことですか。ありがとうございます。嬉しいね。嬉しいね。阿蘇からありがとうございます。うわ、すっげえ。うわ、やば。バチ。待って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 。え？尋常じゃない。え、鳥肌半端ないんだけど。誰もいないよ。こんなロケーションいいところ。何してるの？何してる？熊本のキャンパーさんはどこにいるの一体？ケン、落ちんなよ。いや、うん、俺もめっちゃ怖いよ。え、ギリギリ攻めなくていいからね。いや、オッケーオッケー、分かってる分かってる分かってる。よしよし。嘘でしょ。何これ？日本？本当に。ちょっと山びこやってみて。あーそうあそう今思いついたの素晴らしい、すごい普通にヤッホー言うかなと思ったらびっくりしたそんな受けてくれんの、ね、いやーどうしよう、ちょっと泣きそうだわ私本当に、うん、やばい、 いやもう何もいらないかもしれない、はあ、ここ昨日か一昨日野焼きしたって言ったじゃん、うん、野焼きが何なのかよく分かってないけどさ、うん、真っ黒じゃん、うん、その前だったらこういう色だったのかな、こういう色、あーかもね、なんか見たことない、うん、景色だ、野焼き後の景色も悪くなくない、うん、かっこいい、うん、かっこいい、見たことない、うん、なんか私も何でもいいや、野宿でもいいかったぐらいだわ、こんなこう別にブルーシートとかでこうなんか屋根作ってそこに寝袋で寝てもよかったぐらいなんかもう関係ないわなんか、うん、何でもいいよね、何でもいい、てご飯いらないかもしんない、言ったな、いやほんとなんかビールとさ、うん、ちっちゃいつまみみたいのあればさ、うん、いいかもしんない、心が満たされるよこれは、虫もいないし、やばい、場合は立てよ、ちょっと移住します、はい、ここに移住します温泉もすぐ横にあるし、ここに移住しよう、ここに移住しよう、阿蘇だよ、来たね、よし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 
でしょ。おお、夢にまで見た。もう焚き火やりたいんだけど、うん、やろ、早めに。で、ちょっと乾杯しようよ、早めに。え、ビール足りるかな。足りるね。多分、過去一綺麗に立ったんじゃないか。どうした。うちらさ、茨城行った時も確かさ、うん、ちょっと今日過去一うまく立ててたんじゃないとか言ってさもしかしたらなんか、気のせいかもしれない。なんかテンション上がってるからさ、うん、毎回、なんか特別なところ行ったら毎回言ってないうちら。確かに、茨城の時、綺麗に晴れたような気がする。アウェーに強い。ホームに弱い。こんな感じです。待って、やばいわ。多分熊本出身であろう若者たちもやっぱテンション上がってるもん。ずーっとさっきからため息ついてる。夢みたい。終わっちゃうんだ。始まっちゃったら終わっちゃうからね。いいね。買っちゃった。どうも、ケン、ありがとう、ありがとう。ジョッキもありますよって言われて、買います。飲む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 。いいね。やば、泣きそうだ、マジで。やば、こんなことある。やば、憧れの阿蘇に。乾杯。最高すぎる。何もいらないわ。あの、ひろしさんもここに結構来るんだって。焚き火会っていうなんか芸人さんたちのなんか集まりみたいなのがあって、それで来られるんですって言ってた。寒い。いや、まあでも焚き火したらより進むかなっていう感じ、うんうん、スーツケースに入れてきた調味料ボックスバッキバキに割れてた。あとスーツケース1万円の格安で買った、楽天で買った、うん、スーツケースバッキバキに割れてた。角がね。やっぱ安いには安いなりの理由があるということがよく分かりました。ちょっと次はね、ちょっとちゃんと買った方がいいね。海外旅行とかも絶対使うからさ、ちゃんとしたやつ買おう、うん、だって日本のさ、サービスで割れてるって多分そんな乱暴に扱ってないのに割れたと思うんだよね、うん、海外だったら絶対割れるよね、うん、いやこれこれなんて中に入ってるものなのにね、うん、よいしょ。ケイト落ちんなよ。私やっぱ落ちると思う。やっぱ落ちることしか想像できん。あ、最高か。最高。焚き火最高。ケン、こんな幸せなことなかなかないね。やっぱ俺絶景好きなんだわ。絶景大好き。絶景大好き芸人。いや芸人じゃないし。一文字ネギだって。万能一文字ネギ。どういう意味？そういう品種なのかな。万能ネギ。大丈夫？セーフ。腹立つな、なんか。心配したのに。このアウェイの地でどんな料理が作られるのか。皆さん、くれぐれも期待しないでください。こちらです。霜降ってますね。これ馬肉橋本さん、うん、橋本さんっていうところで買いました、うん、で
すっごい感じのいいおじちゃんにどれがいいですか、旅行者なんですけどって聞いて、やっぱこれかなっていうちょっといいやつ、うん、でもせっかくならっていうことでこれにしました、うん、はい、こちら、うわあ、いけた。そしておろし生姜ついてきてました。これはこちらセブンイレブンで買いました、おろしにんにく。うわ、うわ、完璧だ。食べましょう。いただきます。うわ、ちなみに昨日も馬刺し食べてますからね。毎日食べるよ。うわ、これ日本酒か、外れてた。熊本ありそうじゃない、日本酒美味しいやつ。だって獺祭とかもさ近いもんね、山口の方でしょ、うん、うわ、精肉店だな、うん、精肉店だ。明日も、明日も行こう、うん、俺今こっから撮ったんだよね、うん、けどなんか真ん中のとこから撮ったね。撮れた？一番いいところ。申し訳ございません。めっちゃ柔らかくない？脂がすごいいいってのが分かる、うん、うん。めっちゃ剣の後ろの夕日がいい感じなんだけど、うん、目いってる、目いってる。マジでうまいんだけど。これ100枚ぐらい食えるかもしんない。マジでうまいんだけど。うま。ああ。ああ、もう完全に沈んじゃったね。あっという間に暗くなりまして、こちらが馬肉の下がりですね。おじちゃんがね、美味しいよって言ってたよ、うん、熊本のクラフトビール、熊本クラフトビールっていう名前なんだ、うん、乾杯。乾杯。うん、美味しい、うん、なんか結構そう、結構ペールエールでしょ、うん、あ、美味しい。いいよいいよいいよ。次からペールエール2つ買えばいいんだ、うん、そうしよう。あ、塩かけた、うん、うん、どんな味するんだろうね。いただきます。うんうんうん、おいしい、おいしい、おいしい。ちょっと歯ごたえがある。確かに、うん、牛の下がりとはちょっと違うけど美味しい、うん、ここ真後ろに温泉があって、うん、なんかもうチケットとかも何もなく、泊まってる人はチェックインした昼の3時、うん、から次の日の朝の9時まで何回でも入り放題で、うん、ドライヤーとかもあって、うん、鍵付きのロッカーもあって露天風呂もあって、うん、やばくない？やばい。そんなさ、入り放題でさ、なんか入り放題のキャンプ、あのお風呂ってたまにあるけどさ、うん、なんかだいたいさ、ちょっと歩いて離れたところに行って、でそのチケットを見せてみたいなさ、うんうんうん、
でそこに必ず人がいてみたいな、なんかあるじゃん、うん、トイレ行くぐらいの感じでお風呂行けるんだよね。だいたいさ、うん、無人じゃないじゃん、うん、無人のお風呂とかなくない？ないね、うん、めっちゃ、うん、綺麗だし味ある感じで、なんかまだ終わってないけど絶対またここに来たいなって、うん、今もう思う。それぐらいいい。この時期いいんだな。待って、星半端ないよけど、ね、ちょっとこのランタン消したいかもな。あ、消しなさい。消せ、うん、うん、肉焼けてるか見えないけど。うん、え、全然違う。え、さっきさ曇ってなかった？ちょっと、うん、ちょっと曇ってた。晴れたんだね。明日の朝いいね絶対。うわー、マジか。なんか私北海道のキャンプ場って、うん、結構全国でも指折りなぐらいいいんだろうなって勝手に思ってたけどさ、一番なんじゃないかなって。まあ富士山とかさ、うん、あれだけどさ、なんか北海道の広大さって、うん、やっぱ全国で見てもトップなんじゃないかなって、うん、あんま行ったことないくせに勝手に誇りに思ってたけどさ、うんうんうん、いや全国に多分めっちゃあんだね本当の絶景、うん、これあんまなくない？北海道にはないね。ない、ないね、うん、普通に車では行けないと思う。山登って登山ならあるかもね、うん、登山ならあると思う。車では絶対行けない。いや、なんか死ぬまでにさ、うん、こういうキャンプ場全部行きたいって思ったらさ、うん、マジ時間足りなくない？足りないね。今回もさ、うん、九州一周しようかとか一瞬話に出たけどさ、うん、意外と広くってさ、うん、端から端まで、うん、全然無理ってなったじゃん、うん、ギリギリ宮崎だけ行けそうだから行くかもしれないけどさ、うん、熊本でもさキャンプ場本当はここぐらい行きたいとこあったじゃん。あったあった、ボイボイとかね、うん、そっから2つに絞ったじゃん、うん、本当は鹿児島とかも行きたいけどさ、うん、今回無理だからさ、うん、じゃもう一回来なきゃいけないけどさ、うん、そのもう一回来た時にさ、うん、絶対行きたいとこ全部制覇できないじゃんまた、うん、でもまた来るじゃん、うん、絶対さ時間足りないよね全国、足りないね、全国のキャンプ場、うん、しかも1回で回るとさ結構体力的にもきついじゃん、うん、行けて3泊とかな気するけどね。1週間ぐらい続くとさベッドが恋しくなってくるじゃん多分連泊ならいいけどね、立ててしまって立ててしまっては結構1週間はきついと思うな。それこそ車中泊とか間に入れればいけるかもしれないけど、じゃあお風呂入ってこようか。うん、え、馬刺しまだあったの？これどっちも剣のだよ。え、いや、いいよいいよ、剣食べな。剣が写真頑張ってる間に10枚ぐらい食べた、うん、食いすぎだろてか合計で10枚じゃなかった、多分10枚ぐらい剣2枚ぐらいしか食べてないでしょ。うん、小腹空いたんでなんか食おうかなと思ったんだけど、メスティン忘れました。入れたはずなんだけどな。ご飯炊いて高菜ご飯やろうかなと思ったの。そうそう、あんなにじっくり高菜と米選んだのに、ね、ミルクロード米みたいなやつさ、ね、それはもう今食べるものないじゃんってなって、たまたまさっき買ってたこの味噌汁を飲みます。コンビニのやつ、うん、それまで今日は寝よう、うん、明日の朝に備えて。あれもあったよね、団子。何だっけ、一口団子だ、一口団子、それと味噌汁斬新あれなんだっけ、一口団子、本当に一口団子じゃなかった？これしか持ってきてないからね、うん、明日のコーヒーとかどうしようと思ってるけどね。あー、ちょっと大変か。まあでも仕方ないよ、これにケトル持ってきたら無理だよ、スーツケースパンパンだもん。ぴったりだ。一文字ネギだっけ、一文字って書いて一文字ネギ、よいしょ、名付けて極上のインスタント味噌汁聞いて、こっち多いからそっち、ネギ食べなさい、ネギいっぱい、もしゃ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 、めちゃめちゃいい香り。うん、なんか今日満月だった、うん、
天風呂から満月見えて。やばかったよね。やばかった。これを予測してここに作ったのかなと思って。隙間ね。うん、わかるわかる。なんか木と木の間からポンって出てた。うんうんうん。マジでよかったんだけど。マジでよかった。お風呂。正直あんま期待しなかった。あのキャンプ場の露天風呂だからさ、すごい簡易的でちっちゃくてっていうのを想像したけど、あれも普通に温泉施設というか、豊平郷温泉みたいな。そう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 、ねね、なんかこんな時間経ってから食べるものなのかよくわかんないんだけど、うん、だって今さ、うん、クーラーボックスに入れてたからちょっと熱々で食べたかったけど。カチカチの餅じゃん。食べてみる。食べてみて。今温めてるから私。これなんだっけ、一口団子か。あ、なんだっけ。熊本団子。いきなり団子。あ、いきなり団子。そう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 。なんなんだろう、いきなりって。ねえ。あ、おいしい。食感が。冷たくても？うん。中のね、さつまいもがすごい上質って感じ。甘すぎない。へえ。甘すぎない。すげえ上品。これ150円だよ。めっちゃ安くない？うん。あ、これいいわ。え、焼きたても食べたい感じ？そうだね、うん。明日焼きたて食べるか。いただきます。うん、甘くない。おいしい。そんな甘くないの。なんか芋本来の甘さ。そう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 。うん、おいしい。おいしい。おいしいな。よかった、このマットレス持ってきて。ああ、最高最高最高。靴下脱ぐか。電気毛布も持ってきていてよかったな。あったかかった。あ、ちなみに今日は電源サイトにしてて、うん、明日電源ないもんね。明日のキャンプ場は明日はないです。だから今日のうちにポータブル電源マックスにして、ランタンとかもマックスにして、明日はポータブル電源だけで乗り切らなきゃいけない。そうだね。まあでも今日充電できたら明日は存分に使えるね。気にせず。じゃあ明日楽しみやな。今日はすごい長い動画になってるんじゃないでしょうか。うん、まあでもキャンプ旅だから許してくださいまた明日もキャンプ楽しみます。あ、アフニ、今日初めてか。今日初めての出番か。ああ、そうか。本日もご視聴ありがとうございました。それでは。ああ、ぐっすりだ。うん、6時起き。